皆さん、こんにちは、大地です、えー。今日もね、クラスだったんですけど、実はね、クラスで僕が密かな楽しみにしてることにね、えー、振り返りで参加してくれる人が来てくれることっていうのがあるんですよね。まあ、あの振り返 参加制度という仕組みがありまして、そんな大げさな話じゃないんだけど、要はなんか、えー、ちょっとね、前の木に、あのー、参加したんだけど、えー、まぁ、あ、ちょっとね、参加できない日程があったっていう人が、まああの、次の木とかね、その次の次の木とかに振り返って、で、まあしばらくぶりに参加してくれるっていう、<laughs> まあこっちからしたらね、そういうことなんだけど、なんかね、その、 懐かしいね、えー、仲間がまたね、えー、現場でまあ仕事場だったりなんだりでね、いろいろ頑張りながら、で、まあそういう成果とかね、体験も持って、またね、えー、クラスに来てくれるっていうのはすごい嬉しくって、で、なんかね、あの後どうだったとか、最近どうしてんのとか話聞きながら、で、今日どうだったなんてね、話して、えー、またね、じゃあまた、さらにね、 あの振り返って受講できる権利が残ってる人はまた来てね待ってるよって言ってね <laughs> 次作れるって言ったりしながら、まあ、楽しみにしてるんですけど、まあ、今日もね、えー、その仲間がね何人か来てくれてですごくいろんな話ができて楽しかったんだけどねでその中にね一人ねあの今日で、えー、クラスの、ね、全日程受講してまあ 無事卒業でもないけど、あのね、全部のカリキュラム終了しましたっていう人がいて。で、最後にね、どうだったって聞いたのね、いや、そしたら、いやー、まだまだ本当に自分がね、できてないとかね、あの、えー、課題なところをいっぱい気がついてっていうから、えー、何、どんぐらいって言ったら、ね、いやいや、なんか目指すのが15目だとしたらね、今まで1号目ぐらいの感じですっていうから、すごいなーと思うんだよね。結構、 うちのコーチングってやってね、やってることってまあ難しいことだから、もちろんなんかその難しさを真に受けちゃうと、えー、まだまだ先が遠い一合目みたいになるけど、逆に言うとね、やっぱり一般的にその言われてるコーチングみたいなね、ものの水準からしたら、まあすごく高度なこともいっぱいやってるから、だからね、なんかとりあえずね、18日間来てね、でトレーニング受けたら、いやいや、もうめっちゃできてますよって言ったっていいんだよね。まあでも、どっちもあり、まあ、 めちゃくちゃできてますよって言いながらそれ使ってってでさらにこれやりたいあれやりたいっていう風に成長していくのもいいし逆にねなんかまだ1号目だって言うんだったらねじゃあ残りのその9号ですよ、ね、気持ちよく時間かけて登っていくっていうのでもいいんだよねだから僕はね彼に最後言いましたいやー本当にねいっぱいいろんなことやってきたわけだし、ね、これで1号って言うんだったら15目頂上にたどり着いた時にどんな景色が見えるんだろうねすごい景色が見えると思う。 で僕もね、もう20年近くコーチングやってるけど、やっぱりね、あの最初やり始めた時とは全然違う景色になったっていうのを何回も体験してるしで、だからこそね、やっぱりこういうコーチングができると本当に素晴らしいことがまるでいっぱい起こるから、でだからね、えー、興味ある人はどんどん学ぼうっていうので、まあ、こうやってね、ビデオ出したりもしてるし、スクールもやってるわけです。ということでね、えー、今まで見たことない景色見たい人、ね、何年もかけてもね、やる価値あると思うんで、頑張っていきましょうということで、それじゃあまた、バイバーイ。